香港トラム、香港トラム、香港トラム、英文、香港グトランウェイズ、中文香港電車は、香港の香港島北部、東側のミワン、ソウ湾と、西側の県日城、ケネリ城を結ぶ路線と、中央部の方町に向かう路線を持つ、路面電車である。1904年に開通以来、香港島北部の主要地区を結ぶ重要な交通機関として、 現在も活躍を続けている。車両は一般営業用路面電車としては世界でも他にイギリスのブラックプール市とエジプトアレキサンドリア市にしか残っていない2階建て車両を使用しており、かつ世界唯一事業車両を含め全車両が2階建ての路面電車であり、観光資源としても重要な存在となっている。2018年7月現在の運賃は 一律2.6ドル香港ドルであり、香港の物価を考えても非常に安価である。車内には運賃箱とオクトパスカードのリーダーが設置されており、降車の際に支払う形をとっている。また乗り換え権制度はない。香港島では1881年に馬車鉄道の付設が検討されたが、この時は実現には至らなかった。その後、千九百一年に 路面電車の付設計画が立案され、イギリス人が設立した、香港トランウェイエレクトリックカンパニー・リミテッド・香港、電線車行使1902年変更エレクトリック・トラクション・カンパニー・オブ、香港リミテッド・香港電車局、現在の香港電車有限講師1922年、によって、1904年7月30日に未完と、県日常の区間が開業した。なお、 開業時の車両は普通の1階だけの車体で製造されたが、1912年に2階席が設けられて、以降は2階建て車両のみが増備され、従来の車両も2階建てに改造された。1910年には、それまで荷物輸送のために無断で軌道の上に手押し車を置いて荷物を輸送する行為を禁止した。その後、1922年には、頬鉢にある ハッピーバレー競馬場の周囲を回る形の支線が開通し、現在の路線網が完成した。ただし、この時点では全線単線での運行であったが、1924年より複線化工事を開始した。工事自体は一方通行の方バチ支線を除き、1949年8月に完成した。1941年に日本が香港に進行し、 以後1945年まで3年8ヶ月の間日本の占領地となって、路線の通るデボーロードが昭和通りと解消されるなどの変化もあったが、営業は続けられた。しかしながら、空襲による理災や部品不足の影響で、占領前には109両の車両が在籍していたのが、稼働可能な車両数は10数両にまで減少し、運転区間もドラワン、コーズウェーベーと、 岡見玉木、正ーンとの間を走るのみとなってしまった。戦後、香港政府の仲介によって、電気部品や台車などを購入し、故障していた車両の修繕に充てるとともに、新たな車両の増備を図ることとなった。1949年に製造された120号車は、それまでの車両とは形状を一新した、新型車体を採用し、好評なことから、当時在籍していた。 車両すべてについても120号車と同じボディに更新された。一方で一部残っていた1階のみの車両についても1949年までに車体を2階建てに更新され姿を消した。1961年には後に香港名物の一つとなる車体に広告を描いた広告電車が登場した。また増え続ける利用者に対応するための車両の増備も 1964年に製造された162号車まで続いた。このほか、1965年にはトレーラータイプの車両を装備したが、1982年に姿を消した。1972年には長らく続いた二等製、二階が一等、一階が二等から、モノクラス製へと変更された。その後、1976年に運賃箱の使用が、 開始され、その後も一部残っていた車掌の乗務は1982年に終了した。香港成長は1970年代後半から香港島北部に新たな鉄道を付設する計画を検討し、一方、香港トラムでは東側の終点であったミワンから芝湾までの軌道延伸を計画していた。路線延伸には 道路の拡張などの工事を伴うことから、結局1980年12月に、香港 MTR 事島線の建設が決定し、トラムの延伸計画は中止となった。さらに、香港政庁では、MTR 路線と並行する香港トラム路線の廃止も検討されたが、1984年に会社側が行った市民アンケートの結果、大多数の香港市民が、 路線存続を希望したため、MTR 開業後も路線は維持されることになった。1985年の香港鉄路を港当線、開通後も利用者の減少はほとんどなく、現在でも黒字経営である。また軌道や停留所の整備など改良工事も頻繁に行われている。1986年より老朽化した車体の更新が開始され、 1992年までで終了したが、それまでの車両の基礎となった120号車については、記念車として従来の車体に基づいて車体新造された。また2両は貸し切り用の車両に改造された。1989年には、開業以来、ドラワンの中心地にあった車庫及び工場の小等会社省が新たに建設された、靴自会社省に移設された。 跡地は再開発され商業施設のタイムズスクウェア時代広場となった。1990年8月から11月14日にかけて週末のみ試験的に終夜運転が実施されたが、それ以降終夜運転は行われていない。2000年には新型車両の導入が開始された。近代的な車体形状を採用したが、冷房なしにもかかわらず、 窓の多くが固定式とされたため、車内の換気が十分ではなく、特に夏場は乗客より不評であることから、増備されていない。また一両17、171号車は、初の冷房付き車両として製造されたが、試作車であり、すでに廃車されている。また2001年からは、発達通りによる料金支払いが可能になった。2009年、 トラムの経営権を有する急流総集、単有限講師、ワーフ社は、香港電車有限講師の株式50%を、欧州各国で市電などを経営するフランス資本の、ビオリア社参加の入り詰みやび交通中国有限講師、ボーリアトランスポート社に売却し、さらに2010年には、残りの株式も売却することが決定した。新会社の事業方針は、現在の路線や車両は、 香港の重要な観光資源であるとしてそのまま維持し、より収益を得るために、県路線の海岸側への新線施設などを検討していると報じられている。2011年6月7日以降、運賃は従来の日本コンドルから2.3本コンドル、いずれも大人料金に値上げされた。2013年5月18日、路面電車の脱線事故が発生。 車両が傾き乗客77人が負傷。2014年12月28日、香港 MTR 鉱島線の上、関駅、春湾から、県日常、ケネリタウン間が、延伸開業した。その影響で、1日の利用客が、昨年1月から2月の約20万人から約18万人に、減少手より、会社では、MTR への対抗のため、 冷房車の導入や渋滞しやすい区間で電車を優先走行可能なようにするなど、サービス強化を図ることを明らかにしている。2016年1月15日、一般観光客が利用可能な観光用車両が登場し、運行を開始した。2017年4月6日夜、セントラル付近を走行中の123号車が脱線転覆する事故が発生。 運転士を含む7名が負傷した。原因は調査中である。出入庫系統を除いて、以下の6系統が運転されている。このうち県日常と未安を直通する系統は、運転時間帯が限られ、本数も毎時に往復のみの運転となっている。運行時間は5時から最終電車が入庫する1時頃までとなっている。全線に120もの停留所があり、 一部を除いて、ほぼ250メートル間隔で設置されている。2011年には、それぞれの停留所に番号が付与され、停留所名と共に掲示されている。各系統の奇襲点となる停留所、ミワンなどには、ループ線が存在し、トロリーポールの付け替えをせずに折り返すことが可能になっている。また、事故などによって、先に進むことができなくなる場合に備えて、 ところどころにスプリングポイントが設置されている。軌道は道路中央に付設されており、中間、セントラルからワンチャイにかけては専用軌道化されている。一方で道路幅の問題で安全地帯が道路上に設置できない箇所も残っている。道路上の往来の激しい香本,本だけに接触事故も時々発生しているが、速度が遅いこともあって、 重大な事故が発生するのは稀である。2007年、2013年及び2017年には脱線一層事故が発生したが、大小を含め平均して年間10件程度の事故しか発生していない。前車、2階建て構造で定員115名の車体前後に運転台を持つ両運転台車である。ただし終点がループ線となっているので、 通常は一方向にしか走行しない。そのため、常時使用される運転台は片側のみとなっており、車体構造も一方向のみの走行に適した形になっている。ただし、事故等で途中折り返し運転となる場合は、もう片側の運転台を使用するため、運転台機器は同じ機器が装備されており、通常はカバーで覆われている。 上降口についても走行方向が考慮された設計となっており、通常の運転で乗車口となる後部デッキは入り口などが広くなっているが、降車口になる全部デッキは入り口を含めて狭くなっているので、逆行運転を行う場合は狭いデッキから乗車することになる。なお、第5世代車両では後部運転台に抵抗器が設置されており、 最近まで120号車で見かけることができた。車内は1階部分が横方向のロングシート、2階部分が通常先頭になる方向に固定された FRP 製のクロスシートが設置されている。2階席については座席の方向転換は不可能なため折り返し運転の場合は2階の乗客は後ろ向きで座ることになる。 なお2000年に登場した第7世代車両は、1階座席が前後向かい合わせのクロスシートが採用され、2009年以降に車体更新された車両についても継承されている。屋根上には終電装置としてトロリーポールと主抵抗器が搭載されている。トロリーポールの先端はスライダー臭となっている。また通常は方向転換しないため、 トロリーポールの付け替えも行われない。また指定後機にはカバーが取り付けられており、前面には車番が記載されている。また最近では屋根上にも車番が書き込まれるようになった。車体塗色は新緑色が標準色となっているが、大半の車両は広告塗装されており、香港トラム名物となっている。以前は塗装によって描かれていたが、 現在は印刷されたシールを貼る方式が主流とった。このほか、広告枠を取り付けている車両も存在している。営業開始当初に製造された車両は、すべて1階のみの車両であり、1等と3等の2、等級制であった。1等車は10両で、側面のない開放式の部分と、客室部分を持っていた。一方3等車は16両で、側面が全くない。 開放式の車体にベンチシートを縦方向に設置していたが、すぐに側面に板を張り、窓を設置する工事が行われた。1912年、2階建て車両が登場した。この時は、既存の車両の屋根部分を改修して、ベンチシートと手すりを設けたもので、屋根は付けられていなかった。このため、雨天時にはほ布を張って対処した。1923年より、 二階部分に木製の屋根が設置され、ついで1926年には側面部に板が張られ、二階部分も密閉式客室に改められた。また二階部分を一棟、一階部分を三棟とした。1949年に登場した第五世代車では、従来の木製車体から構成車体に変更され、上行口に扉が設けられた。この車体は、 1950年から1964年までの長期間にわたって製造され、合計162両体制となった。1965年12月からは、1回のみの車体で動力を持たない当客車10両を購入し、電車に牽引されて使用を開始した。客車は1967年にも12両追加され、合計22両が使用されていたが、 車内騒音などの問題で1978年11月限りで使用中止し、翌1979年に22号車のみ手持ちの電装機器を使用し、車体を更新して163号車としたほかは、1982年に全車廃車された。1972年には1等、3等の区別を廃止してモノクラスとなり、 一等に乗務していた車掌は姿を消した。その後一部車両については、車体修繕を行って、前側階段の取り付け位置を変更している。1986年には、老朽化した車体を更新するために、第六世代車体への更新が開始された。車体はアルミニウム製の外反を張り、車内も座席の FRP 化や蛍光灯の採用などがなされた。 その後も、運転台機器の更新などが行われながら、現在も使用されている。2000年には、今後のトラムの標準型となるべく、第7世代車体の車両が新造された。白を基調とした車内は、近代的となったが、全面窓を中心に、窓が固定化されたため、車内の換気が十分ではないなどの問題があり、新たな装備はなかった。 2002年に製造された171号車は、香港トラムでは初めて、冷房車として製造された車両である。しかしながら、あくまで試作車としての製造であり、本線で使用されることのない存在であった。全車両に冷房を搭載するには、給電設備の増強化空調機器の省電力化が必要であり、結局他の車両が冷房化されることはなく、 同社も営業運転に使用されることなく、2011年に廃車された。2009年、香港トラムとしては、初めての VVVF インバータ制御、三照交流誘導電動機駆動を採用した、新車として172号車が製造された。車体は、車内の換気能力に勝る、第四世代車体と同じ形態のものを採用し、方向膜は LED を採用したが、車内や座席、 乗降扉などの一種は、ほぼ第五世代車から引き継がれた。車内には次の停留署名を表示するための表示器が設置され、車内放送も行われるようになった。同車はしばらく試験運転に供され、2011年には新たに171.173から174号車の4両が製造され、同年11月28日より使用開始された。 2012年現在、171号車、2代目から175号車までの5両が登場している。2011年からは、在来車の更新修繕工事が開始された。最初に更新されたのは、第7世代車の168号車で、車体は172号車とほぼ同様だが、それまでも骨構造だった車体は、鉄骨構造に変更されている。 同社は2011年2月17日より営業開始された。2両目の更新車からは駆動系も前日の171、2台目から175号車に続き交流インバータ制御のものに変更されている。今後は1ヶ月に1両の割合で車両を更新し、歴史的価値から従来の車型のまま残される予定の7両を除き全車更新の予定である。 2014年夏、再び冷房車が登場した。車番は88号車で、同年夏より試運転が開始された。実際に営業運用に投入する目的での設置であり、薄型の冷房装置が屋根状に2機設置され、2階席の一部に冷房用機器が設置されている。88号車は2016年まで試運転を続け、 2016年6月6日より営業運用が開始された。今のところ、冷房車の増備は行われていないため、貴重な存在である。またこのほか、窓が固定された冷房車の車体が存在している。会社では、2014年末に延伸開業した、香港 MTR 工島線に対し、サービス工場の一環として、他の車両にも冷房装置の取り付けを検討しているが、 現在の電気設備では、冷房車の運行は重量程度が限界とされており、今後設備改造も行われる予定である。120号車は、第四世代の車型を保つ、唯一の電車であり、古き良き時代の香港トラムの面影を残す車両として、観光客だけではなく、地元住民からも人気のある車両である。120号車は、戦後の、 第5世代車体で製造された最初の車両であり、1986年から1992年にかけて第6世代車体への更新が行われた時、歴史的価値を認めた会社によって、従来の車体のまま残されることになったが、老朽化が著しく、車体は一旦解体され、すでに廃車になっていた86号車の車体部材を流用して、車体を新造している。 車内は木製にスヌリの窓枠や座席、白熱灯の照明を採用し、車体外部の広告についても、比較的古めのイメージの広告を採用している。なお二階遺跡への階段は、等級性廃止後の車体整備の際に一箇所から二箇所に変更され、位置や窓配置も変更されている。2001年には、後部運転台に設置されていた抵抗器を他社同様に屋に移設。 運転台機器も他社と同じものに統一するなど、車体外観が変化する工事も行われているが、大きな変更ではなく、原型を止めている。運用は限定されていない上、一両だけの存在なので、見かける機会は少ない。総選、香港唯一復刻電車また、おさむご近追小熱、httphkoncchkbkn。 CNT, ニュース ,2017 70 K の K 170 7, 6, 万704、BKN-2K170 兆7040億616032から070400822001、HTML。28号車と128号車は、1986年から1987年に、かけて、一般用車から改装された貸切専用車である。ただし、主車との番号は異なり、 香港では縁起の良い数字とされている2と8を使用することとなって番号入れ替えの上で改版されたものである。車体は第三世代車体をベースに初期の2階建て車両に似せて改造されており、28号車は車体の前後に128号車は通常前方となる側の2階席をバルコニーとしており、 車内の座席はモケット張りとするなど貸し切り用としてふさわしい設備を整えている。なお運転ライブの形状は第三世代車体と同様である。128号車は2008年に冷房取り付けされた。貸し切り専用車ではあるが観光地でもある本本だけに観光客に貸し切られて比較的頻繁に走行しており街中で見かけることが多い。 68号車は2016年に一般用車から改装された観光用車両である。車体は貸切専用車の28号車、128号車と同じく第3世代車体をベースに初期の2階建て車両に似せて改造されているが、こちらは貸切り用ではなく個人旅行客が利用可能な観光用車両として整備されており、車内には 日本語を含む8カ国語対応の音声レシーバーを備え、案内放送を聞きながら乗車することが可能である。通常は上巻ドラワン管を1日3往復しており、料金は片道大人95香港ドル、子供65香港ドル、4歳以下無料。香港トラムのホームページより乗車予約が可能だが、車内に余裕があれば予約がなくても乗車可能である。 ただし途中の停留所での乗降は不可。1964年頃から道路事情の悪化によって電車の走行距離や乗客の減少が発生したが、その対策として一度に輸送可能な乗客を増加させるために、1965年に自社工場にて製造した車両である。動力のないトレーラーとして計画されたため、車体は1回のみで重量も軽くするために、 小型バスと同等のサイズで製造された。電気関係については、原因者から電線によって送られており、このため、通常は固定編成化されていた。また、1972年の東急製廃止までは、一等車として使用された。1965年には11両が登場したが、1967年1月には10両が追加製造され、9月にはさらに1両。 22が製造された結果、合計22両となった。22のみ、それまでの車両とは違い、やや大型で作成されていた。トレーラー車は、走行音が非常に大きく不評を買ったが、1978年11月まで使用され、その後1982年に廃車となった。なお1号車のみ、部品等を流用して163号車に生まれ変わった。 イギリスのリバプールにあるバーキンヘッドトランウェイウィリルトランスポートミュージアムからの要請により、1992年に2両の車両、車番は69号車と70号車が製造され、イギリスへ輸出された。車体は120号車とほぼ同じであるが、台車は香港とリバプールとで機関が異なるため、一部変更がある。 現在もリバプールにおいてイギリス各地の路面電車で使用されていた2階建て路面電車と共に使用されている。香港歴史博物館には戦後型車両が屋内に展示されている。元50号車で1991年まで使用された後、1996年より保存展示されている。また、元12号車が アメリカ合衆国オレゴン州のオレゴン電気鉄道博物館オレゴンエレクトリックレイルウェイミュージアムで保存されている。この車両は1986年にカナダで開催されたバンクーバー国際交通博覧会で展示物として出品され、その後当地で保存されることになったが、線量幅の関係及びモーターを装備していないことから、正保存となっている。 香港海洋公園には2011年に製造されたレプリカの戦後型車両が展示されており、車号は201となっている。香港ではピークホーストイズがオーゲージのダイキャスト製ディスプレイ模型を販売している。中国ではバックマン100万錠がオーゲージのモーター付き模型を製造し、香港でも販売している。いずれも 最も車両が多い第6世代をモデルにしている。https www.haktranways.com エンメディアカバレッジディテール27-1 4ゼフシーシャアカルジョン・ブレンティス h t <bies. occurs> <classy> t p h k t r a m s o r g 2 1 8 4 1 6 h k t r a m w a i s u p d a t i n g the original work of the late Peter Atkinson and Williams ダイトレールトランスポートアソシエーション ISBN 978から0から948106から48から 4? 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。